2020年12月14日現在のアメリカ合衆国とテロ支援国家、アメリカ合衆国テロ支援国家テロ支援国家とはテロ行為を行っているか、テロリストに関連しているとアメリカ合衆国政府に判断された国家のこと、アメリカ合衆国法典第50編2405条に基づき国務省が指定を行っている。1979年12月29日に、 最初のブラックリストが作成され、以後更新が続けられている。アメリカ合衆国の対テロ対策は多岐にわたるが、その対策の一つとして、テロを支援している国家をテロ支援国家として指定、明確化し、経済制裁を実施する手法をとっている。テロ支援国家に指定されると該当国に対する、アメリカ合衆国政府の各種金融措置が取られ、武器をはじめとする、 輸出入、経済援助に対する規制がかけられる。また国際金融機関の融資についても、アメリカ合衆国政府が融資に反対するようになるため、その活用も行えなくなる。なおアメリカ合衆国法典、第22編 2656AF 上において、アメリカ合衆国政府における国際テロリズムの定義が示されており、それに基づき国務省は、 テロ支援国家の状況も含め、テロリズムに関する調査及び年次報告書の作成などを行っている。1979年の指定開始以降何度か、ブラックリストの見直しが行われているが、シリアのみは一貫してリストアップされ続けている。指定の現状図青色、アメリカ合衆国濃い緑色、現在のテロ支援国家薄い緑色、過去のテロ支援国家下記の状況は、 2021年1月11日、現在のテロ支援国家の情報である。外して、中東、北アフリカ地域のアメリカ合衆国に敵対的な政権が指定されることが多く、過去に同地域以外で指定されたのは、キューバと北朝鮮の2カ国のみである。以下の4カ国、以下の4カ国、アメリカ合衆国以外の国の政府、議会は、 テロ支援国家という概念や言葉を自己表現としては使用していない。例えば、日本国政府はアメリカ合衆国連邦政府とは異なり、イランキューバシリアスーダンリビアイラクと国家単位では友好的な外交関係と貿易、投資関係を継続してきた。ただし、北朝鮮に関しては拉致問題もあり、アメリカ以上に深刻な対立関係にある。 国際連合総会では、1992年から2012年まで21年連続で、アメリカ合衆国に対して、キューバに対する敵視政策の中止及び外交、関係の回復と貿易、投資の回復を勧告する決議案が提出され、毎年アメリカとイスラエルが反対し、それ以外の大部分の国は賛成して、決議案は採択されている。 2012年度の国際連合総会では、アメリカ合衆国に対して、キューバに対する敵視政策の中止及び外交、関係の回復と貿易、投資の回復を勧告する決議案は、賛成188カ国、反対3カ国、棄権2カ国で可決された。ありがとうございます。